アメリカ海軍の電子偵察機 EP-3E のナンバー4エンジンとそのプロペラ。ねじり下げから向かって半時計方向に回ることがわかる。根元にはカフスがついている。ターボプロップエンジンの体出力を吸収するためにブレードの幅が広い。プロペラは飛行機や船などに装備され、原動機から出力される回転力を推進力へと変換するための装置である。 揚力を得るための複数枚のブレード、ブレードを支持するとともに、シャフトからの出力を伝えるハブ、その他の部品によって構成される。スクリューとも呼ばれる白用のものについては、スクリュープロペラの生地を参照回転数を上げることでパワーを上げることができるが、口実のように空気中でも水中でも限界がある。真空中では、プロペラが感じる速度は回転速度だけである。 しかし流体中では回転速度と周囲の流れとをベクトル的に合成したものになる。回転中のブレードの流れに対する相対速度は先端ほど大きい。揚力を効率よく発生させるために先端に行くほど角翼素の回転中の迎え角が小さくなるようねじり下げが付けられている。プロペラ機も参照レシプロエンジンかターボプロップエンジンに取り付けて使用される。 初期のプロペラは木製だったが、戦争に飛行機が使われ出すと、ブレードの部分を真鍮で折って時気から発射する弾丸からガードするようになり、戦時中の機体にはこの仕様が多くなった。やがて全体が金属製となり、可変ピッチのプロペラが考え出され、より効率的なものへと進歩していった。ジェットエンジン登場以前、飛行機の推進装置は、レシプロエンジンとプロペラの組み合わせが、 一般的だった。二度の世界大戦を経て、航空技術が大きく進歩し、機体の速度が高くなると、飛行速度と回転速度の合成であるプロペラの待機速度、特に先端での速度が音速に近づき始めた。ブレードの一部が音速を超えると衝撃波が発生し、効率が大きく低下する。そのため、プロペラ先端での合成速度が線音速になるような速度の飛行には、 プロペラではなく、ジェットエンジンを使うことが一般的となっている。ジェットエンジンは空気取り入れ口で一旦気流の速さを音速以下に下げるため、ファンやコンプレッサーブレード先端が超音速となって効率が悪化することはない。プロペラはエンジンに比べ安価で簡単に交換できることもあり、低コストで性能を向上する手段として、機体の購入後にプロペラを交換するユーザーもいる。 プロペラと関連機器はダウティロートルとハーツェルプロペラが大きなシェアを占めている。またベストセラー機であるセスナ172に採用されたマコーレープロペラシステムズや MT プロペラにも一定のシェアがある。整備中の P-3C。プロペラはフルフェザーとなっている。飛行中に右端のエンジンを停止し、フルフェザーにしたオーストラリア空軍の AP-3。 C ピッチが固定のものと、ピッチを変えられるものとに対別できる。可変ピッチのものでも、ピッチの切り替えを手動で行うものと、状態に合わせて、自動的にピッチ調節がなされるものとがある。固定ピッチプロペラブレードのピッチが固定されたもの。木製や初期のアルミ合金製のものなど、竹トンボや模型航空機用もこの類。洗濯ピッチプロペラ離陸時と巡航時の二段階や、 多段階にピッチを切り替えられるようなもの。低速プロペラピッチでなく回転数を選択するもの。ピッチの調節はプロペラガバナにより回転数を保持するように自動的に行われる。選択した回転数を一定に保つので低速と呼ばれる。文献によっては久し速プロペラとも表記する。可変ピッチプロペラの中には次のような機能を備えたものもある。 リバースピッチ符の向かい角にすることで逆向きの揚力を発生させる機能。着陸直後にピッチをリバースにすることで着陸滑走距離を短縮できる。ジェットエンジンにおけるスラストリバーサと同様の機能。設置よりも地上数十メートル手前でリバースピッチにして急減速する操縦テクニックもある。フェザリングフルフェザーとも、エンジンが故障で停止した時やロイター飛行時、 地上経流中などプロペラが回転しない状態での空気抵抗を最小にするために風とブレード面をほぼ平行にして固定する状態。第二次世界大戦時の戦闘機スピットファイアマーク9のプロペラ。ブレードは4枚だった。マーク14ではエンジンの出力増大に合わせて5枚となった。さらに後期のモデルでは3枚にイコール6枚の二重反転プロペラとなる。 材料、編集初期には機体と同じく木材が使われており、家具メーカーや楽器メーカーなど、木材加工技術を有する企業が製造していた。後に、アルミニウム合金を担造したものが主流となった。基本的に、中身であるが、高性の中空ブレードが考案され、次第に中空が基本となった。さらに、複合材料の発展により繊維強化プラスチックも、 利用されている。形状、編集誘導効力を低減し、効率よく、揚力を得るために、アスペクト比が大きい細長い翼形状となっている、ものが多い。大出力エンジン用のプロペラの場合、ソリディティを大きく取るため幅の広いものや、衝撃波の発生を遅らせるために抗体核をつけた、ものも見られる。根元付近は、回転速度が遅く揚力が小さく、 それよりも曲げ屋根、地のモーメントや遠心力に耐えることが要求されるため、断面形状は円形に近いことが多い。ただし、根元にはカフスと呼ばれる整流用の多い、e、を取り付けることもある。枚数、編集一組のプロペラにおける枚数の単位には羽を用いる。基本的にプロペラブレードの枚数はエンジンの出力によって決まる。低出力のエンジンには、 少ない枚数の大出力エンジンには多数のブレードを持つプロペラが装備される。特に大出力のエンジンに対しては二重反転プロペラを使用することもある。大体の目安としては定員の少ない小型機や第一次世界大戦時の戦闘機などの場合はエンジン出力200馬力以下のレシプロエンジンなので2から3羽根程度、10人乗り程度の中型機や 第二次世界大戦時の戦闘機など1000馬力クラスでは3から4羽程度。旅客機や爆撃機など2000馬力を超えるようなものに対しては4羽以上。重量軽減と小スペースを優先したモーターグライダーの中には1羽プロペラの機体も存在する。防攻理、編集プロペラに限らず気温の低い航空を飛行するために飛行機の機体前面には 氷が張ることがあるため、棒氷ブーツが取り付けられる。プロペラの場合、ブレード表面、特に前円付近に氷が張ると、翼型や回転バランスが変わってしまい効率低下や振動の原因となるが、ブーツを膨らませる形式ではバランスが崩れるため、プロペラ内側に電熱線を挟んだゴムを装備するものが主流である。電力はスリップリングを通して供給される。他に、 薬品や加熱空気を用いる方式もある。星型エンジンに取り付けられたプロペラ。スピナはないか、取り外されていて、ハブが剥き出しになっている。ブレードを保持し、エンジンからシャフトや減速ギアを通して伝えられた出力を、ブレードへと伝えるのが、ハブの基本的な役割である。回転中のプロペラの遠心力に耐える強度が必要とされる。 木製固定ピッチプロペラの場合、ハブとブレードは明確に区別できないようなものもあるが、可変ピッチプロペラの場合は、ハブ内部にピッチ変更機構を内蔵していることが多い。第二次世界大戦時の戦闘機には、プロペラシャフトとハブを通して機関砲を発射するモーターカノンもあった。ハブには、スピナと呼ばれるオいが被せられることが多い。スピナは、 先端がドーム状になった円筒型か腹が膨らんだ円錐形もしくは半球型に近い形状をしており抵抗や乱流の軽減内部機構の保護に有効である先端には外部動力でエンジンを始動する際に用いる始動機のシャフトと緩合させるための突起がついているものもあるエロージョン編集回転中のブレード前円付近にはタキシングや低空飛行中に 小石や砂、虫が衝突する。これによって、ペイントが剥がれたり、前縁が削れたりすることがあり、この現象をエロージョンと呼ぶ。鋭く削れてしまった場合は、応力の集中を避けるために滑らかに削る必要が出てくる。削り取る量は、メンテナンスマニュアル等で規定されている。クラック、編集回転中のブレードは常に、遠心力により引っ張り力を受けている。よって、 クラックはコード方向の方がスパン方向よりも危険である。コード方向のクラックに対しては広がるような力となるからである。また、遠心力はその位置より先端側の部分の質量に比例するため根元近くほど大きい。よって根元に近くコード方向に平行なクラックほど危険と言える。現実にはメンテナンスマニュアル等における 規定値の違いとして現れている注釈出典。ありがとうございます。